仲間たちから与えられたコスモにより最強のゴッドウォーリアージークフリートを倒したセイヤ。しかしそのセイヤの耳に美しくも怪しい調べが聞こえてくるのだった。これで七人のゴッドウォーリアーを全て倒した。この調べは、ヒルダ様、だから申したのです、セイントを見くびってはならぬと。お前は海のサンクチュアリポセイドン神殿よりの使い、マリーナジェネラルの一人、セイレーンのソレント。海のサンクチュアリだと？そうだ、この世界が地上界のアテナ、冥界のハーデス、天界のゼウス、そして海界のポセイドン様によって成り立っていることはお前も知っているだろう。その海界を支配する海王ポセイドン様の命により、ヒルダ様とジークフリートを迎えに来たのだ。ポセイドン、まさかヒルダにニーベルンゲンリングをはめ操っていたのは。現代によみがえられたポセイドン様は、海の世界とともにこの地上界をも支配されようとなさった。だが地上にはアテナ率いるサンクチュアリがある。そこでアテナを倒し、代わってこの地上を治める役目をアスガルドのヒルダ様にお命じになったのだ。命じるとは魔力で操ることか。誰よりも深くアスガルドを愛したヒルダ様、そのヒルダ様を邪悪に変えたポセイドン、許さん。ポセイドン様のご好意に裏切りをもって応えるとはな。よかろう、裏切り者にふさわしい死のメロディーをとっくりと味わうがいい。このジークフリートに勝てると思うのか？私の笛の音を聞いた者は必ず死ぬ。はい。お前の言ったことは本当だったのだ。この私が剣を向けるお前たちではなくポセイドンだったのだ。手出しを。これはアスガルドを守るゴッドウォーリアー、そしてお前たちに剣を向けた私のけじめでもある。デッドエンドシンゴリー、やめよ。私の命令が聞けるのか。ヒルダ、今こそ真にあなたをお守りする時が来たのです。オロ、これはなんという美しい笛の音だ。まさしくシシリアの海に住むフランドたち、その美しい歌声で誘い、むさぼり食いたて優しい魔の海の魔女、セイレーンそのものだ。ウィナー、このジークフリートの力思い知ったんだ。私がヒルダ様のゴッドウォリアージークフリートだ。何度言えばわかるのだ、この笛の調べから逃れるのは不可能だということが。ならばこれで貴様の笛の音を聞かずとも済む。愚かなことを、自ら鼓膜を突き破るとはな。だがそれでデッドエンドシンフォニーから逃れられると思っているのか。聞こえる。鼓膜を破ったというのに、まだ笛の音が。この笛の音は耳を塞ごうが鼓膜を破ろうが関係ない。お前の頭脳に直接響き渡るのだ。ここまでだ、死ね。ジークフリート。なんだと、この男すでに五感が失せ、死したも同然の体だ。から笛の音を聞いても動けたのか。ソレント、覚悟しろ。でー、ジークフリートの体から凄まじいコスモが。
やめろ、何をするんじゃ。話せジークフリート。ジークフリート。さらば祖国アスガルドよ、ペガサス、ヒルダ様を頼んだぞ。私は友の待つ天空に帰り、星となっていつまでもお前たちを見守るだろう。さらばだペガサス、アテナのセイントたちよ。ジークフリート、お前の死は決して無駄にはしない。ポセイドンの陰謀によりヒルダが操られていたことを知ったジークフリート。ジークフリートはゴッドウォーリアとしての誇りを守るべく、自らの命を犠牲にセイレーンのソレントを倒した。しかしそうしているうちにもアテナの命の炎は刻一刻と消えようとしていた。フン、ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって。もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる。何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディンスパイはすでにこの手の中に。あと少しなんだ、あと少し。間もなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。来い。そこを逃げた。ジークフリートの死に何も感じなかったのペガサス。黙れ。どうしても全てが終わる。ペガサス、お前こそおとなしくしておれ。この指輪の恐ろしさ見るがいい。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。どうだペガサ、おとなしくポセイドン様の軍門に下った方が良いのではないか。ジークフリートよ、お前の死決して無駄にはしない。しないな。くそ、あと少しだと。やっやっまだまだ。ヒルダを殺してしまえばこの地上を救えない。どうすればいいんだ。アテナのコスモが消えてしまう前にこのオーディンサファイアを行かせるか。オーディンよ、俺はあなたを信じる。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ペガサス天才じゃん。終わりだ。ケイオウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。俺のコスモはこんなものじゃない。アテナを、アテナを救うんだ。オーディン、この俺にバルムングの剣を、アテナを救わせたまえ。オーディンよ、俺に応えてくれ。なぜだ、なぜ
なぜ？答えろ、オーディン！ペガサスよ。北極海を望む開国アスガルドは、太古の昔より海のサンクチュアリの勢力下にあり、いわば属国も同様。つまりアスガルドの神オーディーンも、海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。バカだ。ではどうやってアテナを？アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。オーディン！何？オーディン・サファイアが。まとったと言われるオーディンローブ。しかしオーディンローブが一体どうして。俺のクロスが。オーディンローブが聖夜に。オーディンが自らのゴッドローブを、バルムングの剣をセイントに与えるとは。オーディーンがアテナのセイントに味方するとでも。オーディーンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。はい。このヒルダにとって神はもはやオーディンではなく、ハイローポセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせず。これがバルムンの剣の剣よ。ヒルダにかけられたバルムンを解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にもついえようとしているぞ。バルムイングの剣よ。ヒルダの呪いを解く前に、アテナとペガサスが流星剣。チルツ、バルムイングの剣よ。このヒルダにはまるであの唯一のアテナの血を使い通った。これで終わりだ。こうしちゃいられない。早くヒルダを解放しなければ。オーディーンの怒り少しは伝わったか。アテナを捕まる。俺は倒れるわけにはいかないんだ。素直に服従していればいいものを。セイヤ、どうしたのです。立ち上がるのです。負けてはいけません。諦めてはいけません。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。アテナ、この地上を守る剣よ。燃えろコスモ、目覚めよ流星剣戦士軍。しかし全ては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にもついえようとしているぞ。もらった。急がなければこのままヒルダの呪いを解く前にアテナを倒れてしまう。このヒルダには今こそ邪道だ。
ルムングの剣、恐ろしい強さだ。コスモの極みを満たせ。ペガサス、お前に私が斬れるのか。どうしたペガサス、このヒルダを斬れるものなら斬ってみよう。本当にこの剣を使うことによってヒルダの魔力を解くことができるのか。できたとしてもそれはヒルダ自身も殺してしまうことになるかもしれない。このコスモは、まるでこのゴッドローブの中から語りかけるようなコスモは、オーディン、オーディンよ、俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。でヒルダ、俺はヒルダを、沙織さんとアテナのコスモが消え去ろうとしている。ヒルダ、答えてくれヒルダ。俺はアテナもこの地上を救うこともできなかったのか。そしてこの手でヒルダまで。オーディンよ、俺の希望は消えたのか。沙織さんは、アテナは死ぬのか。この地上は滅びるのか。オーディンよ、我に力を与えたまえ。このヒルダの罪を償わせ、この命に変えても地上を、アテナを守らせたまえ。ヒルダ、私の祈りが通じればまだこの地上は救えるはずです。ああ、沙織さんの、アテナのコスモは消えてはいない。いや、それどころか輝きを増していく。沙織さんが。おお、ご無事でしたか。アテナ、セイヤ、みんな。私はポセイドンの魔力に魂を操られながらも全てを見ていました。アテナやあなた方に犯した私の罪を許してください。フレア、あなたにも辛い思いをさせてしまいましたね。お姉様、ま、ヒルダ、あなたこそ私たちよりずっと厳しい試練を受けたのです。しかし、その苦しみと悲しみを無駄にしないためにも、これからもこの美しいアスガルドを守ってください。お約束します、アテナ。このアスガルドは、よみがえったオーディンローブとともに、必ずこのヒルダがどんな邪悪からも守ってみせると。ジークフリート、あなたたちにも誓います。アスガルドの7人のゴッドウォーリアとの死闘の末、7つのオーディーンサファイアを集め、バルムングの剣によりヒルダをポセイドンの支配から解いた聖夜たち。こうしてアテナの命、そして地上の平和が守られることとなり、ようやく聖夜たちにも平穏が訪れたかに思われた。しかし、突然の大津波がアテナを襲い、そのままアテナは謎の敵に連れ去られてしまう。果たしてアテナをさらったのは何者なのか。聖夜たちにわずかな休息も与えることなく、新たな戦いの幕が切って落とされたのであった。